ストライクショット。こんにちは、エクスフラグの中のそのパチョとパナエです。はい、今日はですね、はい、パチョじゃじゃーん、うん、ストライカーズアンケートのモンスト用語のランキング発表をしようと思います。皆さんが応募してくださったやつですね。そうです、そうです、うんうんうん、でランキング8位まで作りましたので、8位から順番に発表し、はい、他にもこんな面白いの来てたよっていうのをちょっとご紹介しようかなと思います。はい、はい、では早速ですが、うん、じゃあ8位から、はい、行きましょうか。8位、うん、勝ち申したすごい宮帽子が思い浮かんだけど、そうですね、あの語源としては多分ね、うん、宮帽子なのではないかと、はい、意味はね、勝ちを確信した時に言う言葉、はい、M4 のプレイとかでよく聞きますね。そうですね、結構頻繁に聞くワードではありますねこちらニックネーム中新さんやおかかさんからなどなどから多数いただきました。はい、では続きまして、うん、7位、7位、ステイ。これも割と聞くかな。そうですね、結構村井さんとかね、うん、戦略的ステイみたいな言いますね、よく言ってますね。マルチプレイ時に意図的に20秒間待機することもうどうしても動けない。これマルチプレイの割とお得なとこでもありますよね、うん、確かに確かに、ソロだとねステイできませんから、うん、できないですからね、どうしても弾かないといけない。でこれを送ってくださったのは、うん、クォーターストライクさんとか、うん、あとはカミトさんですね、あ、神うさぎさん、神うさぎさん、うん、とかですね、とかです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ続きまして6位、ジューシー。さあこちらみんなわかりますかね、ジューシー、こちらね、うん、重心力の相性ということで、うん、ジューシーね、もう重心力長いってことですね。そうですねこちらですね、卵豆腐さんやラッキー川家さんなどからいただいております。ラッキー川家、ラッキー川家はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。さあどんどんいきましょう。続いては5位、はい、5位はマッチショット。お、マッチショット確かにね、公式用語ではない、うん、ないですね、うん、ゲームとかで出てきたりはしないですもんね、うんうんうん、これはボスに多段ヒットすること。お、貫通タイプのモンスターでブロックを利用しする貫通マッチという派生系もある。おお、そんなものが、貫通マッチ、貫通マッチ、あー、ブロックを利用してこうやることかな、はいはい、イザナミゼロとか、うんうんうん、ジャーってできますよね。あれも貫通マッチって呼ばれてたりするんですね。へー、そうしなかったっすね。これをいただいたのは、キングさん、フェニックスさんなどです、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、はい、4位、はい、ワンパンガンガン、うん、こちらね、モンスターを一撃で倒すこと、はい、ということでございます。最後ワンパンしてみたいな感じですよね。ですね、もうこれあとワンパンせんと勝てへんみたいなありますよねマッチショットとはちょっと違うな。そうですね、ザコとかもね、ワンパンで倒せるみたいなの言いますよね、うんうん、こちらはですね、林さん、テレビエンちゃんさん、カズさんなどから多数いただいております、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、あと残り3位です。 3個ですね、3個ですね。じゃあ早速3位からいきますか。はい、3位はイレバーン。おお、イレバーン、私最近知りました。狙った方向とは別の方向に反射すること、イレギュラーバウンドの略。ああ、うちらがよくやるあれね、なんでこっち行くのみたいな、ああみたいな、ああみたいな、どうしてみたいな縦に打ったのになんで横みたいなねそっちじゃねえよみたいなやつですね。ありますね。これをいた、送ってくださったのはアサトさん、ユニさん、パトリシアさんなどなどです。ありがとうございます、ありがとうございます。では上位2位までいきましょう、はい、上位2位、うん、SS これはもういっそ用語なのかと言われるとねこれ私たちはよく新キャラ紹介とかで使いまくってるんですよね。もう略称に近いですね、うん、でまあ、ストライカーの中ではかなり親しませる、うん、知れてる略称ということで、意味はストライクショットの略と、うんうん、新 SS とかね言いますね、うん。でこちらは、総太郎さん、交流さん、世界平和さんなどからいただいております、はい、ありがとうございま す。さあ来ました。さあ結構あのよく使うワードが多いですよね。そうですね、ここまでは結構私たちもよく使ってたりするんですけど、うんうんうん、まあ、1位はどうなのかというとかですね。
じゃあ行きますか。行きましょう。1位はカメドーンということで迫りくるまさかのね、カメドーンまたはカメドーン SS。 おー、で、意味はですね、壁に触れると攻撃力がアップするストライクショットのこと、だからハンターキングとか、そうですね、ハンターキングとかも、長飛とか、うんうんうん、チヨちゃんとかもかな、はいはい、うんうんうん、確かに、の SS のこと、壁ドン、確かに壁に当たれば当たるほどこれ強くなってるか分かんないですけどねこっちはガンガンガンって迫ってくるという感じですかね。モンスト界の壁ドンはかなり過酷ですね一撃で倒しちゃうね、うん、で、いただいてる、応募いただいた方はゆうゆうさん、きーちゃんさん、けいさんなどなど、はい、本当にたくさんの方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今度から言わないとね。そうですね、壁ドンね、うん、本気の壁ドン行っちゃってみたいな感じ、行っちゃって、おっと、誤って入れ番しちゃったぜみたいな全部使っていく感じでワオってワンパンで倒せたとかね、ね、というのをね、うんうんうん、まあ、今後もプレイしながら楽しんで、はい、使っていければなと思います、はいはい、あとこちらランキングだったんですけども、うん、この他にもいろんな、こんなのあるんだっていうやついろいろ来てたので、はい、少しご紹介しようかなと思います、はい、一つ目、うん、ニックネームしょしょしょさんからの、しょ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 さんしょしょしょさんからの言えない、モンスト用語ですね、うん、モンテツ、ほう、モンストを教えたら知らぬ間に徹夜しちゃったてたこと。はあ、モンスト鉄道とかかと思った。モンスト鉄道。そういうのは今のところないですね。モンストしちゃってたら徹夜しちゃう。徹夜しちゃってた。モンストしてて寝落ちしちゃうみたいなのあります。モン落ち？モン落ち？モン落ちした。昨日モン落ちした、ね。夜中中なんか何やってたんでしょうね。まあでもいろいろね。降臨来てなくても、うん、英雄の神殿とか、あとは生クエとかでね、経験値を稼いだりとか、うん、ランク上げとかしてるかもしれない、うん、なるほど。あと塔を登ってるとか、あ、塔はね、いつでもできちゃいますからね。門鉄、皆さんしてますかね。まだやったことないな。はい、はい、などなど。他にはですね、うん、これすごいですね、うん、たこ焼きさんからいただいた、うん、テルーマンの罠全体的に言えること言ってる全部テルーマンの罠っちゃ罠ですよ一応この方は、うん、雑魚的な城爆発、あ、ね、結構痛いやつね、はいはいはい、うん、あれをテルーマンの罠と、いますよね、鬼、うんうんうん、ガキとかがバーンってやいきなりやってくるやつね、あーみたいな、あーそういうことするみたいな、うん、あれをみんなテルーマの罠と、そうですね、多分初見の時とかね、気づかないでね、うん、バーンってやられたらね、あーみたいな、テルーマの罠使い方って使い方ですね、はい、はい、などなど、あとね、うん、こんなのもあります、うん、ニックネーム、キハライダーさんですね、うんうん、読み方ちょっと間違ってたらすみません、用語がですね、妖怪ミリ残し、妖怪こちらがですね、まあ、モンストに潜む妖怪だと思うんですけども、うん、相手の HP があとちょっと残ってゲームオーバーした時やスピクリできなかった時に使う、ミリちょっとだけボスの残っちゃって、それによってゲームオーバーしちゃったりとか、攻撃が来てゲームオーバーみたいなというような状況、よくあるやつだ、妖怪ミリ残しとそういうんだ、なんかね、すねこすりとかいますよね、あ、実際の妖怪の方に、妖怪の方になんかすねがこそばがゆいみたいなのって、妖怪すねこすりがスリ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 してるらしいですよ。そうなんだ、らしいっすよ、初めて聞いた、ベイビー川木に教えてもらいました。おそれで妖怪、それをもじってるってことですか、なんですかね、ミリ残し、妖怪すね、妖怪ミリ残しそう、で、まあ、そういう妖怪がね、モンストにいて、うん、自分のせいじゃなくて妖怪のせいだと、うーん、ことなんですね、うん、まあ、確かによく起きるから、ちょっと次から使おう、うわ、今妖怪ミリ残った何やねん、みたいなそういう感じですねこういう感じですね、はい、そして、そして、ですね、ミンミンさんからいただきました、うん、団長 SS、団長 SS、断る蝶と書きます、うんうんうん、ストライクショット使いたくないけど使わないと負けそうなので使うこと、あるね、
あとね、ワクリンとかにね、惜しみなく SS をぶちかまさないといけないね。使うしかないっていう時ですね。団長 SS ですね。これ団長の思いから来てるのかな。多分そうですね。そうですよね。団長の思いで SS を打つこと、打つってことですね。などなど、はい、たくさん用語いただきましてありがとうございました。またこちら の, あのランキングの方は、うん、今発表したのと同じものを、うん、モンマガに掲載させていただきます、はい、用語認定ということで、はい、掲載させていただきますのでお楽しみにしていてください。以上、はい、じゃん、うん、ストライカーズアンケートモンスト用語のランキング発表でございました。今回もたくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうございました。ではバイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。モンスト公式チャンネルをまだご登録でない方はぜひチャンネル登録お願いします。スマートフォンからご覧の方は動画の下にある登録ボタンをクリックしてください。 PC タブレットからご覧の方は画面内のこちらのボタンから登録お願いします。X フラッグスタジオではモンストアニメや新タイトルのチャンネルもありますのでぜひチェックしてみてください。というわけでまた他の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。バイバイ。